コーマンと偏見は、1995年、イギリス制作のテレビドラマである、ジェーン・オースティンの小説、コーマンと偏見を原作とし、アンドリュー・デイビスが脚本を担当した。エリザベス・ベネットを、ジェニファー・イーリー、フィッツ・ウィリアム・ダーシーを、コリン・ファースがそれぞれ演じた。制作は、スーバー・トイッスル、監督は、サイモン・ラングトンが担当した。 放送は各後も55分間で全6回構成。ネット局は BBC とアメリカの A&E ネットワーク。初回放送は BBC1 より1995年9月24日から10月29日にかけて放送され、TheA&E ネットワークでは1996年1月14日から2話ずつ3夜連続で放送された。基本的なあらすじについては、 原作小説のコ慢マンと偏見を参照。ジェーン・オースティンの小説、コ慢マンと偏見は過去に何度も映像化されており、BBC でも1938年、1952年、1958年、1967年、1980年に制作していた。1986年の秋に、 オースティンのノーサンガーアビーテレビ映画版のプレビューを見た数、バート・オイッスルとアンドルー・デイビスは、お気に入りの小説であった、コマンと偏見をテレビ用に本案することで、意見の一致を見た。デイビスは、テレビの放送スケジュール上、当初の前5話の予定を前6話に変更した。バート・オイッスルとデイビスは、最初の3話分の台本を1986年末頃に、 ITV に提出したが、結局1993年に BBC がアメリカの A&E と共同で出資することになった。監督のサイモン・ラングトンと美術部門が1994年の1月から2月にかけてプリプロダクションに参加した。バートイ一スルとデイビスは小説の拡張と精神に忠実でありながら日曜のお茶の時間に放送される昔ながらの スタジオで撮られた BBC ドラマではなく、現実の人々によるフレッシュで生き生きした物語を作りたいと考えていた。セックスと金銭を物語のテーマとして強調することで、デイビスはエリザベスのみならず、ダーシーにもスポットを当てた。キャラクターを生身の人間として描くため、デイビスはベネット家の娘たちが社交界に自分たちを売り込むためにドレスアップをするシーンなど、 短い背景的な場面を挿入した。男性たちが趣味的な交際をする場面は女性に焦点を当てたジェーン・オースティンの原作にはない部分である。最大の技術的問題は物語の後半にある長い手紙の本案でデイビスはボイスオーバーやフラッシュバックといった技法を用い登場人物が一人であるいは互いに手紙を読む場面を挿入した。デイビスは 現代の観客にわかりやすくするために出来事を明確にする会話も付け加えたが、小説の会話の大部分は手を加えられずに組み込まれた。チェジャーのライムパークはペンバリーの外観として使われた。総計24のロケ地は多くがナショナルトラストから借り受けたもので、この地に都合8つのセットが設置された。登場人物間の富の格差を反映し、 ロンゴーンのロケ地には、ベネット家の居心地の良さそうな家屋を作り上げたが、ダーシーの邸宅、ペンバリーは最も美しい場所に見せるため、より上品さと貴族の歴史を意識したものとなった。ウィルトシャー州の村、レイコックはプロデューサーが指定した最初のロケ地であり、メリトンの町に使われた。近くのラッキントンにあるラッキントンコートは、ロンボーンの内観と外観に使われた。 チェシャーのライムホールは、ダーシーの屋敷であるペンバリーのロケ地に選ばれたが、管理問題によって、内観は、ダービーシャーサドベリーにある、サドベリーホールで撮影することを余儀なくされた。制作人は、リンカンシャーグランサムにある、ベルトンハウスが、レディキャサリン・ドバーグの屋敷である、ロージングズに最適であることに気づいた。彼女の嫌味な性格を反映させるため、屋敷には、 同行した装飾が求められていたが、ベルトンハウスはこれにぴったりだった。ラトランドの邸にあるオールドレクトリーが、ミスター・コリンズの住む質素な館、ハンスフォード牧師館に選ばれた。ノーサンプトンシャーの南西にあるエッジコートハウスは、ビングリーのネザフィールドの内観と外観として、ハートフォードシャーのウェリンガーデンシティにあるブロケットホールは、ネザフィールドの舞踏室として使われた。 ロンドンの通りは、ウォリックシャー、ウォリックのロードレスターホスピタルで撮影された。ウィカムがジョジアーナを駆け落ちに誘うち、ラムズゲートは、サマセットにあるイングランドのビーチリゾートである、ウェストンスーパーメアで撮影された。1995年9月24日から10月29日にかけて、毎週日曜日の夜に BBC1 で、全6話が放送され。 1000万から1100万の人々が視聴した。各話は毎週 BBC2 で再放送された。最終回はイギリスで視聴率40%を記録し、その間に8カ国の放送局が放送権を買い取った。アメリカでは A&E ネットワークで1996年1月14日から2話ずつ3夜連続で放送され、370万人が視聴した。 このテレビドラマ版、コ慢マンと偏見への批評家の反応は非常に肯定的であった。当作品は小説に忠実である点が賞賛され、人間の成長において環境と教育は重要であるが、特権は必ずしも有利であるとは限らないということを強調した点が評価された。1九9 6年、コマンと偏見は英国映画テレビ芸術アカデミー賞テレビ部門の 最優秀ドラマ番組部門、最優秀衣装デザイン部門、最優秀メイクアップ、ヘアスタイル部門にノミネートされた。ジェニファー・イーリーはバフタにおいて最優秀主演女優賞を受賞し、コリン・ファースト・ベンジャミン・ホーイット・ローは最優秀主演団優賞にノミネートされたが、クラッカーのロビー・コルト・レーンに敗れた。ファースは1996年に、 ブロードキャスティングプレスギルド賞で最優秀主演男優賞を勝ち取り、番組は最優秀ドラマシリーズ賞を取った。この番組はアメリカでは、エミー賞の衣装デザイン賞、ミニシリーズ、スペシャル番組部門で表彰され、また、同賞の振付賞、脚本賞、ミニシリーズ賞にもノミネートされた。コーマント偏見が、その他受賞、ノミネートされたものの中には、 ピーボディ賞、テレビ非評価協会賞、ゴールデンサテライト賞のいずれも番組部門でノミネートされた。本シリーズは BBC と A&E の番組の中で最も成功した作品とみなされている。このため、このシリーズは多数の新聞記事を書かせ、原作小説を通勤のお供の定番にした文化現象と呼ばれた。1995年の映画、待ち焦がれて、 1996年の映画、いつか晴れた日に及び、エマエマと並んで、このテレビシリーズは、熱狂的なジェーン・オースティンブームの一部であり、この動きのため、北アメリカのジェーン・オースティン協会のメンバーは1996年に50%増加し、1997年秋には4000人を超えた。ウォール・ストリート・ジャーナルのような新聞は、オースティンマニアを、 テレビや映画産業における商業的な動きとして説明したが、オースティンの人気を現実逃避的な傾向であるとしたものもいた。ジェニファー・イーリーはこのシリーズの成功を利用せず、ストラットフォードアポン・エーボンで、ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーのプロダクションに参加した。ミスター・ダーシー役のせいで、コリン・ファースは予期せずスターダムを駆け上がることとなった。ファースは、 セックスシンボルとして認識されることをそれほど気にかけなかったが、永遠に高慢と偏見と結びつけられたくはないという気持ちを表明しており、似たような役柄は受けたがらなくなった。ファースは多様な役柄を演じ、イングリッシュペーシェント、恋に落ちたシェイクスピア、ブリジット・ジョーンズの日記、真珠の耳飾りの少女、ラブ・アクチュアリー、ブリジット・ジョーンズの日記切れそうな私の12ヶ月。 などに出演した。テレビドラマ版、高慢と偏見は年月が経った、後も高い評価を受け続けた。2000年に映像業界関係者を対象に行われた、英国映画協会による、英国テレビ番組ベスト100の投票でこの番組は99位となり、英国映画協会はこれを小説に忠実でありながら、世代を超えてアピールするフレッシュな要素を組み合わせている。 ことによると評した。ラジオタイムズが2003年に実施した史上最高のテレビ番組40作にもこの番組がランクインした。エンターテインメントウィークリーもこの作品を史上最高のミニシリーズ20作のうちに含めた。チェシャーのライムホールはペンバリーの外観として使用されたがシリーズ放送後に旅行者が3倍に増え21世紀に 入っても観光地として人気を誇るようになった。この本案は第4エピソードの湖の場面と呼ばれる箇所で有名である。この場面では服を着たままのダーシーがペンバリーの湖で泳いで水から上がった後偶然エリザベスと遭遇する。多くの批評家はこの場面の魅力をファースのセックスアピールの賜物であると考えている。アンドル・デイビスはこの場面により そういう意識はなかったにもかかわらず、オースティンが今までの着ているものを脱ぐのではなく、新しい服装をまとって登場することになってしまったと考えている。デイビスがこのオースティンの原作小説にはない場面を書いたとき、エリザベスとダーシーの間の性的な緊張関係については考えておらず、ダーシーがびっしょ濡れでとても人前に出られないような服装ながらも尊厳を取り繕ろうとする。 面白おかしい瞬間を描くつもりであった。BBC は、デイビスのダーシーを全裸にさせるという案に反対したが、プロデューサーはダーシーが、下着のパンツ姿で出てくるという大体案は、間が抜けて見えるとして却下した。この場面はファースに、リネンのシャツ、ブリーチ、ブーツを着せて撮影された。ライムパークでは、レプトスピラ症の感染リスクがあったため、空中の非常に短いショットのために、 スタントマンが雇われた。下着姿の短い場面は西ロンドンのイーリングスタジオの水タンクでファースを起用して別に撮影された。ガーディアンはこの湖の場面を英国テレビ誌における最も忘れがたい場面と呼んでいる。この場面はチャンネル4が1999年に放送したテレビの瞬間トップ100にも選ばれた。ファースが出演する他の作品でも この場面に対する言及が見られるようになり、脚本家のリチャード・カー,アーティスは、楽屋落ちのジョークとして、ラブ・アクチュアリーと、ブリジット・ジョーンズの日記切れそうな私の12ヶ月で、ファースが演じる登場人物を水に落としている。2007年の映画、セイトリニアンズ・女学院では、ファース演じる人物は、かつての恋人に会う前に濡れたシャツ姿で噴水から、現れた。 2008年の ITV のテレビ番組、ジェイン・オースティンに恋してでは、現代のヒロインが、この瞬間を真似るためダーシーを言いくるめて、湖の場面を真似させようとするところを描いている。シェリル・エル・ニクソンはダーシーが水に飛び込む場面は、ダーシーの感情の広がりを明らかにするものであり、自然とのロマンティックなつながり、自分自身になって、すべてを脱ぎ捨てられる場所である故郷の家への称賛。 自らの心にある社会的偏見の戦場、そしてエリザベスへの愛の再生を示すものだと示唆している。リンダ・トルーストとセイア・グリーンフィールドはこの場面についてオースティンのダーシーについてよりは、ここ10年の間我々が抱いている肉体的完璧さへの執着とサービスカットのようなヌードを容認する傾向について多く語ってくれるものであるが、それでもこの映像はテクストに 新しい一面を刻みつけたと語っている。架空のジャーナリストであるブリジット・ジョーンズは英国での初放送に際してインデペンデントに掲載されていたブリジット・ジョーンズの日記のコラムでこのシリーズへの愛着を書き記している。ジョーンズはダーシーがエリザベスと言いちゃ凝らしたいという単純な人間的必要に言及し、このカップルをやることいやむしろ求愛の分野における 選ばれし代表者とみなしている。フィールディングは1996年のコラムの小説家の際、プロットを傲慢と偏見にある程度沿ったものにしており、お堅い人物であるブリジットの恋の対象をマークダーシーという名前にし、コリンファースそっくりの男性として描写した。1996年の僕のプレミアライフの撮影中に、フィールディングは初めてファースに会い、 共同を申し出た。この結果が1999年の続編にあたる小説、ブリジット・ジョーンズの日記切れそうな私の12ヶ月での数ページにわたるブリジット・ジョーンズとファースのインタビューである。ローマで実際にファースにインタビューを行い、フィールディングはブリジット・ジョーンズのようなモードに陥って、架空のインタビューにあるようにダーシーの濡れたシャツに執着するようになってしまったという。 ファースは、この場面の編集に参加し、批評家が、この続編の中で最も笑える場面の一つと呼ぶ、インタビューの箇所ができた。これ以外でも、小説版では、第一作にも続編にも、BBC の、傲慢と偏見に対する多数の言及がある。アンドルー・デイビスは2001年と2004年の、ブリジット・ジョーンズ映画シリーズの脚本に、共同参加しており、テレビ版で、 ミスター・ビングリーを演じた、クリスピン・ボラム・カーターとミセス・ハーストを演じた、ルーシー・ロビンソンが映画に、早くで出演している。コリン・ファースは、マーク・ダーシーの役を受け、このおかげでファースは、高慢と偏見のキャラクターを滑稽なものとして、パロディ化して、自分をそこから解放する機会を得ることができた。映画批評家のジェームズ・ベラーディネリが後に述べている、ことには、ファースは、 この役を以前に演じた役柄と同じように演じ、二人のダーシーは本質的に同じであるということを明らかにした。プロデューサーは、ジョーンズとファースのインタビューを2作目の映画に盛り込む、方法は思いつかなかったが、ある日の撮影の後に、ファース自身としてのファーストブリジット・ジョーンズとしての、レネーゼル・ウィガーのパロディインタビューを撮影した。ブリジットのダーシーに対する執着を、 ラブアクチュアリーでのファースの湖の場面にまで広げた。この擬人インタビューは DVD の特典として収録されている。ありがとうございます。